じゃあ綾野の専用の巻き紙動画を作ります。お願いします。家で見返して練習して今日ある程度は使ったことある。ある程度はあります。 OK、うん、です。でもすぐ巻きが取れちゃう。はいはいはい。じゃ取れてもいいような感じでナチュラルに、じゃあ巻いていきますね。取れてもいいような感じ。はい、ナチュラルな感じで。で、カールをつける部分はこのぐらい、まあ、鎖骨ぐらいから下だから結構低めで作っていきます。2巻きしない。2巻き弱ぐらい。で、巻きを持たせるポイントとしては毛束をあまり太く取らないっていうのがポイントです。で、だいたい10センチから15センチぐらいの間のところを挟みます、はい、で、両手で持って回して、で、毛先を入れて、で、ここから外してきます。そうすると普通より縦長にカールが作られるので、はい、ちなみに温度何度ですか？130度です。130度。え、そんな低いもんね。で、これは外巻き。外巻きと内巻きの違いは外、内。そうそうそう。それを交互に作ってあげると動きが出てくるので、必ず内巻き外巻きの交互で、巻いていきます。こっちの毛束は外巻きだったので内巻きで巻いていきます。今耳の前、後ろ、耳前ぐらいグリッと回して、で、外す。はい、じゃあやってみましょう。やってみるんですか。この毛は、毛束はこれぐらい、これぐらい、これ手で、手で触って。どっち巻きですか。内巻きでやりましょう。じゃあどっち巻き、ベベッノーノーノー。毛束を持って、はい、親指をこういう感じで、で、そこに入れて、はい、で、奥に回す。奥、そう、あ、回してない。抜けるんですね。そうですね。10センチぐらいのところ挟んで回して、奥に回して、で、毛先を入れる、入れて、はい、外す。こう外す、こう外す、そうそうそう、はい、で、こう手を回す、で、外す。 OK、OK、まあそんな感じで、じゃあ次、はい、次、外巻き、こっち、こっち、で、人差し指でこう、で、人差し指挟んで、こっち側に、そう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 、巻き込んで、で、外すと、こっちを回転させる。そう、で、離して、そうそうそう、そうすると外巻きが出来上がります。おー、負けたけど、もうちょっと上から挟んであげてもいいかもしれない。3、そう、で、こう手を、まあ、回転させる。そう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 。で、毛先を入れてあげて、両手でこう、まあ、回転させて。そう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 。おお、そうするとカールが S 字っぽい感じ。はい、じゃあ、ちょっとずつ上に巻いていきましょう。はい、内巻きで。親指で、ぐるっと回して、これ巻いてる時ってこっちを見たらいいんですか、こう見たらいいんですか。ああ鏡の方がいいのかな。鏡の方がいい。そう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 、こう手を回転させて絡んじゃうんですよ。なるほど。絡んじゃうポイントを説明しましょう。はい、毛束を、うん、上に上げすぎ、上というか広げすぎ、お、頭皮から離すと、頭皮というか肩から離すと、どんどん上に上げれば上げるほど、うん、挟まれ見づらくなっちゃう。
肩の位置から上げちゃうから、うん、肩の位置で挟めば素直に挟める、うん、だから、まあ、自分で巻くときは前の方に持っていくけど、はい、あんまり上に上げない、うん、上に上げれば上げるほどどんどん下の毛が落ちていくから上げすぎない、上げすぎない、はい、頑張ります。外巻きで違う こっちそっち本当だ、絡みにくい。ああ、いいっすね。いいっすね。いいっすね。まあ、イメージそんな感じで、そうだね。まあ、ちょっとじゃあ、後ろの方巻いちゃいます。だから、あんまり上げすぎないようにするっていうのと、あとは毛先が、まあ、上げすぎないっていう気をつけましょう。で、こう、毛束を外す時も、コテを回転させる。こう、毛束、こう入れたら、コテを、コテをぐるっとねじる、はい、そうすると、外しやすい。下に抜いてみたってことですか。そうそう、縦を回転させるんです。じゃあ自分に蹴ればちょっと取ってみてください。自分で、ね、こっちどうするの。どうしたら取れる。縦を置いてそれでも OK。これって縦乗せて取ってるんですか。縦っていう概念は、はい、こうまとまってるじゃん、はい、毛先から持ってたの。毛先取って束で取るみたいな。上からこう縦にスライス取っちゃうとバラバラになりやすいかもしれない。一巻きで。そうっす。挟んで回して。で、真ん中に上を入れて、ステップして、手を回転させながら。そう。一回じゃん。右回転です。そう。さっきより右回転だった。そう。そういう感じです。なるほど。どうしようかな。はい。で、このカール、どれだけ時に近づけるかによって、カールの回数というか、この螺旋の回数が変わってくるので、さっきのこの前に巻いたのは、下の方で挟みすぎてたから、右カールがプリプリ揺れてくるので、違いですね。じゃあこの辺から一巻きこれをほぐしてあげるとちょっとパーマっぽい質感になるっていうのが分かりますね。これで緩い感じだったら全然取っても変じゃないというか、別に動かすのに便利になってないからいいねっていうのが分かります。取れにくくする技としては何かありますか。まあ、その毛束を細く取るっていうのと、はい、あとはこう巻いてあげてからちょっと冷やす。熱を当てた後、手のひらで冷ましてあげる、はい、それを工程をするだけでその形がキープしやすくなります。130度で気がつくんです。そうけどやっぱりあんまり毛束を太く巻きすぎちゃうとどうしても取れやすくなっちゃうのでちょっと注意ですね、はい、じゃあ次左側を左側になるとまたちょっと持ち手が変わってくる。こういう感じで手のひらで冷ましてあげたり、だから温まってる状態でこう伸ばして置いちゃうとだれやすい、ね、うん、冷ましが大事。そうです。じゃあ顔前から顔前は一巻きで、こうですね。そうです。毛先が下に行っちゃったときはちょっと上にこう上げた方がいい。コテ顔に近づけない。怖い。まあそんな感じですね。毛先がなんかあんまり、それはレバーの下に収まってなかったから、毛先だけまっすぐになっちゃった。次巻きましょう。はい、外だから。そう、持ちながら分け取れたら一番いいんだけど、挟んでグリッとやって、あ、分かった。グリッとやりながら下に下ろしていく感じ。そうで毛先を入れたら外す。そう。手を回転させながら、はい、そんな感じです。
回すとき顔にぶつけないマジ怖い怖いですよね。だから自分にやるときはちょっと左肩を落とすような感じで、あの左側を巻いてあげれば顔からちょっと離れるからいいかもしれないです。あ、そう、そういえば私こっち側だけ髪の毛がこう跳ねるんですよ。はいはいはい、それなんでですか。こう渦巻いてるんだよね、はい、頭皮のそのここ入る方向って、だからどっちかにこう跳ねやすくなるっていうか、はい、こっちが跳ねる人はこっち内に入りやすいし、こっち跳ねる人はこっちに、だからそれはもうあのしょうがないしょうがない。じゃあちょっと後ろの方こんくらい、はい、あのスタンド取ってた方がいい。あ、いいですね、いいですね、いいですね、オッケーです、オッケーです、うん、じゃあ次ちょっと待って、ちょっと待って、あ、けど今の、そう、あ、あ、はい、大丈夫です。まあ、あとは練習あるんですね。慣れてくればもう鏡見なくてもできるようになるぐらい上手くなってると思うので、そうですね。すごい春めいてるね。これだけでだいぶイメージが変わるから、時間がない時は毛先打ち巻きだけでいいけど、まあ、ちょっとお出かけしたい時とかはこういう巻きもいいんじゃないでしょうか。なるほど、はい、次は美容整形 YouTuber から まあこんな感じですね。まあ下だけ巻くのもいいし、プラスアルファでこう毛束を細く掴んであげて、ここにカールを足してあげるとちょっと上の方にもエアリー感が出るというか、それは小技として覚えておいてもらえれば。まあそういう時はあの小技なんだけど、こう指にこうスプレーをつけてあげて、それでここを撫でつけてあげる。はい、そうするとここが固まるんで、うん、分離しづらくなります、はい、こことか、うん、結構顔にかかってきやすい部分をこう指、親指、人差し指につけて、ここら辺をつけておけば、うん、余計なファーっていう毛が発生しづらくなるから、はい、うん、そういうのもありかもしれないです。はい、で、毛先にちょっと頬をつけたりしてまとめる感じで、まあ、たまにはこういう巻き髪もいいんじゃないでしょうか、はい、いいですねちょっと練習してみてください。はい、頑張ります、はい、最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画も見てください。バイバイ